コロンビア軍はアメリカ合衆国アーカンソー州に位置する軍である。2000年現在、ここの人口は25,603人である。ここの軍庁所在地はマグノリアである。コロンビア軍は1852年12月17日に設立され、アメリカの象徴である女神コロンビアの名を取って命名された。アメリカ合衆国統計局によると、この軍は総面積1986。 平方キロメートルである。このうち1984平方キロメートルが陸地で2平方キロメートルが水地域である。総面積の0.10%が水地域となっている。コロンビア軍はアーカンソー州南部に位置している。ユニオン軍と共にコロンビア軍はアメリカ合衆国内で最大な収穫保有地となっている。2000年現在の国勢調査で この軍は人口25,603人、9,981世帯及び6,747家族が暮らしている。人口密度は13平方キロメートルである。6平方キロメートルの平均的な密度に11,566件の住居が立っている。この軍の人種的構成は白人62.08%、 アフリカン・アメリカン36.06%、先住民0.26%、アジア0.34%、太平洋諸島系0.03%、その他の人種0.46%、および本欠0.77%である。人口の1.05%がヒスパニック、またはラテン系である。 この軍内の住民は25.10%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が12.30%、25歳以上44歳以下が25.30%、45歳以上64歳以下が21.40%、および65歳以上が15.90%にわたっている。中央値年齢は36歳である。 女性100人ごとに対して男性は90.90 90人で、ある。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は86.70人で、ある。この軍の世帯ごとの平均的な収入は27,640米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は36,271米ドルである。男性は31,313米ドルに対して、 女性は2万99ベイドルの平均的な収入がある。この群の一人当たりの収入は1万5322ベイドルである。人口の21.10%及び家族の15.80%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の28.70%及び65歳以上の20.00%は貧困線以下の生活を送っている。 ありがとうございます。